どうも、こんにちは。おさじまです。今日は、ソクラテスとブッダの哲学対決、共通点と相違点を比較解説ということについて、この流れでお話しいたします。いや、<laughs> この内容も本当にすごい内容です。ソクラテスも四大聖人の一人ですし、ブッダ、お釈迦様も四大聖人のお一人ですからね。その四大聖人同士の哲学対決、これはもうめちゃくちゃレベルが高いですね。二人とも、 今から約2500年ほど前の人たちですけども、さすがにね、インドで活躍されたお釈迦様とギリシャで活躍したソクラテスが交流した、直接対決したと。これはさすがにないんですけども、その内容ですね、比較しまして、これ非常に似ているところ、同じようなことをね、言われている、また同じことに注目されているというところもありますし、やはりこう違うところがあるわけですね。それが知識ゼロから一気にわかる。 しかも私たちにとって大切なこと、つまりあなたにとってとても大切なことが一気に分かってしまう。で、ここまでね、突っ込んだ内容、本当とないんですね。これ、仏教だけ学ぶのも大変ですし、ソクラテスを学ぶだけでも大変。その両方の視点から、しかも教科書的にね、ただ事実を並べるだけじゃなくて、私たちにとって、あなたにとって大切なところまで切り込んでいきますので、ちょっと炎上してしまうかもしれませんけど、本当のことをね、言いたいので。 炎上覚悟で、どこでも聞けない大切な内容を話しますので、ぜひ最後までお聞きください。ブッダお釈迦様の生涯についてはね、もう別の動画で詳しく話をしてますので、ソクラテスの一生についてお話したいと思います。先ほども少し触れましたが、今から約2500年前のギリシャで活躍した人であります。ギリシャの場所ってお分かりになられますかね。地図で見ますと、ここですね、この辺り。イタリアというのはね、こういう長靴のような 形をしてますけど、その長靴のかかとの先、ここあたりがギリシャです。で、こっちの方に行くとトルコですね。こちらがヨーグルトで有名なブルガリア。ここが国会でありますね。黒い海。で、そのギリシャの中でも、ソクラテスはアテネというね、ところで活躍しました。まあ、昔はアテナイとこう言われていたんですけども、今日で言うアテネです。これはね、ギリシャ神話のオリンポス12神。その中の知恵と戦いを 表しまますすアテーナが語源となっていますそしてこちらが当時のねギリシャの哲学者たちを描いた有名なアテナイの学童というラファエルは書いた傑作でありますねルネッサンス時代の代表作でもありますでここにねいろんな人が描かれていましてソクラテスももちろんいますしプラトンアリストテレスとかね、まあ、いろんな人がいましてしかもこれラファエルの時代のね実在の人物をモデルにするっていう そういうちょっと凝った作りになっています。ちなみにラファエロもいまして、イギリシア時代の画家を、自分の顔をモデルに描いておりまして、この辺にいますね。アップしますと、ここですね。これがラファエロ。めちゃくちゃ女性に持ってたそうですけども、まあ、それはいいとして、さて、この中に、どこにソクラテスがいるでしょうか。はい。ここですね。ねこの人がソクラテスであります。ちなみに、ソクラテスよりも目立ってる真ん中にいる二人。この二人が、 プラトンとアリストテレスなんですね。ソクラテスの弟子がプラトンでありまして、そのプラトンのまた弟子がアリストテレスということになります。最初ね、この順番がなかなか覚えられませんでしたけども、私の場合はソプラノ、アルトで覚えました。ソプラノの層がソクラテスですね。ソプラノのプーがプラトン。アルトのアーがアリストテレスと。まあ、音楽は苦手で余計を覚えられないという人は別の工夫の仕方で覚えてください。でちなみにこのプラトンは、 指を上に刺してますけども、プラトンはこの世界はね、仮の世界、影みたいなもので、本当の世界は、イデア界といって別の世界に、イデア、まあ、英語で言うとアイディアですね。それで天井を刺してるんですね。それに対して万学の祖と言われます、アリストテレスは現実派でありまして、大地を指しているということなんですで。このプラトン、アリストテレスについてはまた別の機会でね、詳しくお話したいと思います。ちなみにこのプラトンの絵は、 ラファエルの時代に大活躍しましたレオナルド・ダ・ヴィンチをモデルにしています。でアリストテイスのモデルは不明なんですね。<laughs> ちなみにアテナイの学童だけあって、先ほどの知恵と戦いを象徴するアテーナがこちらの白い像として飾られています。また、ソクラテスをね、話しているこちらの軍人っぽい人はアレキサンダー大王、いわゆるアレクサンドル大王じゃないかと言われています。まあ、別の候補もあるんですけどで、その隣のね、この人はクセノフォンじゃないかと言われます。 いや、こっちの人の方がクセノフォンだよという説もあります。でクセノフォンって聞いたことないですよね、普通。知ってる方はよほどソクラテスに通じてる人ですね。もうソクラテスつながりでしか出てこない。このクセノフォンって誰って言いますと、この人はアリストテレスについて書物を書き残した、まあ、軍人であり歴史家なんですね。でソクラテスは自分自身で本を一冊も書き残していません。そこで今日私たちがソクラテスについて知るときには、 プラトンが書き残したものと、クセノフォンが書き残したもの。まあ、これがメインなんですね。まあ、他にもちょっとありますけども、ほとんどはこの二人の資料によっておりますので、このクセノフォンがね、ソクラテスのすぐ隣に描かれてるんじゃないかと、こう言われているわけです。でこの二人を比較しますと、分量的にはプラトンが圧倒的に多いんですね。ただ、中期以降になると、どうもソクラテスの名前を使ってね、自分の哲学を語ってるんじゃないかと。まあ、こういう疑いが、 あるというのが、まあ、今日の主流の考えです。また自分の哲学をね、よりよく展開させるために、ちょっとソクラテスを美化しすぎなんじゃないかと、まあ、このようにも言われたりもします。逆にこのクセノフォンはね、歴史家ですから、忠実にソクラテスを書いたんじゃないかと。まあ、こういう説と、いや、クセノフォンは哲学者じゃないんだから、正しくソクラテスを理解できてないよと。まあ、こういった説もあるんですね。それで今回はその、プラトンの初期の作品と、 クセノフォンと両方の説を通してね、ソクラテスの一生、またその考えをお伝えします。何と言っても衝撃的なのが、ソクラテスは70歳で、まあ、正確に言うと70歳頃に死刑の宣告を受けるんですね。これはもちろん本人にとっても一大事件ですけども、哲学史を見てもね、このソクラテスの死刑というのは時代を変える大きな出来事になったわけです。ではなぜ、ソクラテスは死刑を宣告されたのでしょうか そしてそこには一体どのような意味があるのでしょうかこれからお話しいたします。まずことの起こりは、ギリシャのデルファイ神殿から始まります。まあ今はね、この跡地しか残ってないようですけども、このデルファイ神殿有名でありましてね、そこには三つの格言が記されていたと言われます。一つは、過剰のむと言いまして、いわゆる過ぎたるは及ばざるがごとし、やりすぎはダメだよっていうね、まあ、非常に現実的な格言ですね。で、二つ目は、 制約と破滅は紙一重。無理な誓いはするな。これもね、今日にも当てはまる現実的な格言ですね。そして三つ目が一番有名な、何時自身を知るなんですね。まず、自分自身を知りなさいということと、うのぶれすぎちゃダメだよ。人間というのは無知な存在であると。そういうことを知っておきなさいと。うのぶれちゃいけませんよ。という今しめがこの言葉に込められていると言われます。で、そのね、デルファイの神殿で、 ソクラテスの弟子がですね、ソクラテス以上の知者はいますでしょうかこういうことを尋ねたんですね。そうするとですね、その答えというのが、いや、ソクラテス以上の知者はいないこういう返答だったっていうことで、それでそのソクラテスの弟子が驚いて、ソクラテスにそのことを伝えるわけですね。で当時、まあ、ご神託と言いますかね、神の声はもう絶対間違いがないと。こう言われているので、本当か ソクラテス驚くんですけども、しかし、俺そんなに物事知ってないよ。わかんないことたくさんあるよ。知らないことだらけ。わからないことだらけと言っている。どうしてそれなのに俺が一番の知者なんだろうか。本当かどうか確かめてみようということでね。まあ、いろんな人とやりとりをするんです。これが有名なソクラテスメソッドと言われまして、問答形式なんですね。一方的に自分が真実はこうだと話すんじゃなくて、対話をするんですね。 これは哲学の始まり。で特にソクラテスはいろんなこう質問をしたわけです。例えばね、有名な政治家に、私ね、ちょっと無知なものでお尋ねするんですけども、腰低くして、民主政治で大切なものって何なんでしょうかね、うん、こう聞くとね、政治家が得意になって、ああ、それはですな。何と言っても自由と平等。この二つですわ。決まったみたいな感じでね、こう答えると。ああ、そうなんですか。自由と平等。 例えばその一つの自由って、これなんか、自由勝手にやるとこれもう、無政府状態になっちゃって、民主政治がもう成り立たなくなっちゃうんじゃないでしょうか、みたいな。こう言われるとね、自由と平等決まったと思ったのにね、ブルブルブル言いたいとこ突き上がるみたいな感じで。まあもちろんこんな単純でなかったと思いますけども、こんな感じでね、質問して答えた。そうすると次なる質問で、さっき言ったことが、なんか矛盾する、成り立たなくなっちゃう。 まあこういうことの連続だったんですね。それでソクラテスは、なるほど。多くの知者と言われている人は、俺は知っていると自信いっぱいだけど、本当は真実知らない。知らないのに知っているとうぬぼれているだけなんだな。それに対して自分は無知の知。知らないことを知っている。それで一番の知者と言われるのか。こう知らされたって言うんですね。出ました。有名な無知の知。まあ、最近はね、不知の自覚という方が正確な翻訳なんだと。 まあこのようにも言えたりしますけども、意味同じですね。共に知らないことを知っている。知らないことを自覚していると。これがより賢いということなんだと。そしてまたね、人間を超えたそういった存在に比べて、人間というのはね、大事なことに関しては何も知らない。どこから来てどこへ行くのか。自分自身とは何なのか。これも知らない。そして、知らないからこそ学ぼうという気持ちが起きてくるんだ。俺は何でも知ってると思ったらね。 もう学ぼうという意欲はなくなりますから。大事なことは知らない。だから知ろうと。学ぼうと。これが大事なんだ。これが哲学の出発点なんですね。そしてまたソクラテスのね、素晴らしいところは何だったか。と言いますと、このソクラテスの時代に自然科学というのが非常に発達したんです。ここでいう自然というのはね、森とか川という自然じゃなくて、まあ、ほぼ科学と同じ意味で理解したらいいんですね。まあ、客観的事実を科学するみたいな、まあ、そんなイメージでしょうか。 で、ギリシャにはこの自然科学ブームが到来しまして、特に万物のもと、すべてのもとの根源は何か。これがいろいろ論じられたんですね。例えば、タレスという人、ターレスとかね、言われたりもしますけど、この人は万物のもとは水だ、言ったんですね。水だから垂れる、で思いましたけども、タレス。万物のもとは水。そして次にデモクリトス。この人は万物のもとは源氏であると言ったんですね。非常に科学的。 ちなみに原子とはね、アトムって言いますけども、アトムのトムは切るって意味なんですね。ねあというのが、それを否定する言葉ですから、もうこれ以上切ることができない、これ以上分割できない最小単位をアトム、原子と名付けたわけです。まあ、実際今日原子と名付けられているものは、さらに分割できるものであったということで、ちょっと急ぎすぎたのかもしれません。またですね、ここでこうなんか悩み込んでいるような人、この人はヘラクレイトスという人なんですね。 万物はルテンすると言ったので有名であります。でこの人は万物のもとは何だと言ったかというと、すべてはね、固定不変ですので、それをも象徴した火火からすべてのものが生まれるんだと。まあ、このように言いました。またね、こちらの方にいますおじ様、ま。私は長島ですけども、このおじ様誰かっていうと、これはエンペドクレスじゃないかって言われるんですね。このエンペドクレスも普通知らないんですね。<laughs> ですがこの人は、すべてのもとは、 火と空気と水と土、この四元素からなると。こういった人です。で、こういった四元素説っていうのは、いろんな国でこう言われてるんですね。で、ギリシャではエンペドクレス。そしてまたね、この絵の人はいや、エンペドクレスじゃないよ。アナクシマンドロスだよっていう、まあ、名前ですけどね。まあ、そういった説もございまして。このアナクシマンドロスは、万物のもと何と言ったかというと、無限なるものって言ったんですね。無限なるものなのに、それが最小単位。なかなか深いですね。 でさらにこちらでね、まあ、大きな本か何かに一生懸命ものを書いてる人。この人誰かというと、この人が有名なピタゴラスなんですね。ピタゴラスの定理ってね、三平方の定理とも言われますけど、数学で習いましたね。あと、ピタゴラスイッチとかね、いう番組もありますけど、それで有名なピタゴラス。でこの人がね、万物のもと何と言ったと思います意外にもこれがですね、数だって言ったんですね。で数って、 ものじゃないでしょうと、こも思ったりしますけども、現代ね、パソコンとか、これもデータでできてますよねで。この世界もそういった情報をデータでできてるんじゃないか。言ってみれば数みたいなもんですから、実はピタゴラス、めちゃくちゃ鋭かったのかもしれません。ではね、ソクラテスさん。ソクラテスさんは、万物のもとを何と言ったんでしょう。万物のもとは何ですか教えてください。こう言いますとね、まず、何時自身を知れ。こう言ったんですね。 これがすごい。いや、若い頃はね、自然科学にハマって、一生懸命いろいろ勉強したけど、結局それが分かったからといって何になるっていうんだ物事の最小単位が分かったそれでどうすんので、この一文字で終わってしまうよ。いろんなことを知ってもね、自分自身のこと分からなかったら何にもならないんじゃないか言うんですね。いや、でもちょっとソクラテスさん、自分自身のことは結構わりかし分かってるんですけどね、最小単位も分かんないんですけど、このように言うとね、 無知の知、不知の自覚は取らん分かってるようで全く分かってないのが自分自身の姿なんだと。自分自身のことなんだ。自分とは何か。自分が本当に求めてるものは何なのか。このね、ソクラテスという本には、ソクラテスは全ての最小単位よりも何のために生きるのか。これを求めたんだと。こう書かれてますし、この分厚いね、哲学と宗教全種には、ソクラテスは生きることの意味を求めたんだと。 まあこのように書かれてありました。そして、ローマの政治家でもあり、哲学者でもあるキケロは、ソクラテスによって、哲学は天空から人間界に呼び下ろされた。このように表現していますね。いわゆる人間を離れた。そういった世界とは何ぞやということよりも、人間とは何か。私はどうすれば本当の幸せになれるのか。いかに生きるべきか。何のために生きるべきか。こういうことを教えたから、ソクラテスは素晴らしいんだと。とこういうことなんですね。 現代人にもビビッと届くね、メッセージではないでしょうか。それでね、ソクラテスさん、一層ソクラテスメソッドで問答を繰り返すわけです。その問答っていうのは、世界の最小単位は何かということじゃなくてね、人間にとって大切なことについて問うていったんですね。で、自分で、私は馬にまとわりつくアーブのようなものだと。ブンブン言ってね、眉の眠りから目を覚まさせてやると。まあ、このように言ってます。しかしですね、 そんなまとわり疲れたらですね。<laughs> 煙たがられるわけですね。いちいち、これはどう思うあれはどう思うこれ、哲学者同士ならね、まだいいですけども、さっきみたいな政治家とかね、文学者とかね、そういった人にこう、いろいろ聞かれると、まあ、うるさいなまと。まあ、このように思いますし、またさっきみたいにね、民主政治で大事なのは、自由と平等こういったのに、でも自由ばっかりだと、好き勝手やられて無政府状態になりませんかそういったことをね、 自分の弟子たちが見てる前でね、こう言われて、もう恥かかされる。しかもソクラテスの周りにね、なんか矢島みたいにね、お、はい、なんかソクラテスさんが始めたってね、なんか集まってきて、でその人たちからなんか、わーはーはーみたいに笑われると。こうなると、もう許せんということで、ソクラテスいろんな人から恨まれた。まあ、いわゆる圧倒的なファンとね、大嫌いなアンチと、まあ、両方がね、非常に強かったということになるわけです。で、そんなことばっかりやってますからね。 奥さんの名前、クサンチッペって言うんですけども、まあ、一年中同じような服ばっかり着てるしね、で、わけの分からんなんか会話してて、それで嫌われるとか、で、ほ褒められてもね、もうソクラテス、お金取らなかったんですね。で、いつまでたっても貧しんで、もう、安泰陰にしてくださいみたいな感じで、もう、しょっちゅう怒ってる。もう、雷をね、落とすように、ぽろっとにこのソクラテスにこう、言い続けるそうですね。ところが、ソクラテスなんか、どこ吹く風みたいな感じで <laughs>。 全然聞いちゃいないっていうので、ある時水をバシャーとこうかけたらですね、ああ、やっぱり雷の後には雨が降るもんだ、みたいなね、こういうもんで、もうこいつどうしようもねえってことで、クサンチッペも常に怒ってたみたいな。まあ、それでこのクサンチッペ、悪災として知られてしまってるんですけども、まあ、ちょっと無理くらるところがありましてね、同情したりもいたします。そのようなね、お話はギリシャ哲学者列伝の上官にいろいろそういった逸話が出ています。まあ、そんなこんなでソクラテス非常に恨まれて、 アテナイの国家が信ずる神々とは異なる神々を信じ、若者を堕落させたという罪で、なんと死刑の判決を受けるわけですね。しかしこの理由というのは後付けと言いますかね、取って付けてたもんで、結局いろんな人にこう嫌われて、まあ、はめられて、裁判にかけられて死刑の判決ということになってしまったわけですねで。その裁判の中でソクラテスが弁明したのが有名なソクラテスの弁明なんですね。非常にこれ有名であります。 心がね、ソクラテス、頭がいいですから、いくらでも上手に弁明できたはずなのに、もう言えば言うほどね、まあその裁判官というか、民主政治で、まあ、選ばれたね、人たち、有罪か無罪か、有罪ならばどういう罪か、投票する人たちをもうどんどん怒らせてしまって、で結局死刑の宣告を受けるわけなんです。そしてソクラテスはこの独敗を煽って最後死ぬわけなんですけども、この絵はその直前のね、まあ有名な絵なんです。 そしてこの絵の奥の方ね、ちょっと小さくて見にくいですけど、これを拡大しますと、ここに描かれているのが、クサンチッペだったんですね。悪災と言われるクサンチッペですけどね、ソクラテスが裁判にかけられたとき、きっとね、うちの人は無罪で帰ってきてくれるということで、ソクラテスの鉱物を作って待っていたそうなんですけども、結果は有罪、しかも死刑ということでね、それでもうこの最後の場所に駆けつけてもう泣き崩れるんですね。 であまりも泣き崩れるもんで、他の人にね、連れられて、外へ出ていくところ、そういう場面がここで描かれてるんですけども、その外へ出る前にね、あなた、無罪の罪で殺されるなんて、このように言いますと、あんじゃあ有罪で俺が殺される方がいいのかみたいな、こんな切り返しなんですね。<laughs> この場に及んで、もう漫才かっていう感じもしますけども。しかし実はね、これ非常に深い意味があるんです。 でその言葉の解説についてはもうちょっと後でね、説明したいと思います。そして、実はね、このソクラです。逃げようと思ったらいくらでも逃げることができたんですよで。友達がそういったもう手はずは全部整ってね、あとはソクラですが、じゃあ頼んだと言えば命助かったんですけども、あえて死を選んだ。裁判でもわざとのように対象を怒らせ、無実の罪で殺されることになったんですけども、それをなぜ甘んじて受けたのか。 それはソクラテスが教えていったことを学びますと分かってくるんですねそこでまずはお釈迦様とソクラテスが教えたことの共通点大きく今日は3つ紹介いたしますこの3つが分かりますとソクラテスがなぜ独廃を仰いだのかそれはどういう意味があるのかというのが分かりますでは共通点の1つ目それは2人とも真理を探求した人であったということです 哲学者ならね、真理探求は当たり前じゃないかと、こう思われるかもしれませんけど、当時ギリシャの時代、どういう時代だったかというと、奇弁家であるソフィストがはびこっていたんですね。中でも有名なのが、この人、プロタグラスというね、相対主義者であります。相対主義者ですから、絶対的真理なんかない価値観は人それぞれだどっかで聞いたような言葉ですね。現在はまさに相対主義の時代ではないでしょうか。それぞれ違っていいんだよ。価値観は人それぞれだよ。 ということですねで。このプロタゴラスね、ソヒストとしていろんな人にこう講義をするんですけども、その一回の講義でなんと軍艦が買いほど、そういう莫大なお金が入ったっていうんですね。どうしてそこまで大人気になったのかということを説明する前に、なぜ相対主義が流行ったのかということについてお話しいたします。それはですね、神話の崩壊によって相対主義が広がったんです。どういうことかと言いますと、最初はね、まあ一つの部落、まあ村のような狭い範囲でしたよね。 そうすると、その村に神話があるわけですね。その村の神がいて、その神にまつわるストーリーがあった。ところがね、農工業とかが発展してきますと、どんどんそのブ落ックが大きくなっていくわけですね。いろんな交流がなされるようになった。まあ、そうしますとね、例えば、いやー、昨日雷遠かったね。あの向こうの山の神様夫婦がまた喧嘩したんだね。まあ、こういったことを言ったとしますね。すると別のブ落ックから来た人がね、 何言ってんだ。あの、雷が鳴るのは夫婦喧嘩じゃないよ。空の神様がね、悪魔をやっつけるために、このハンマーでね、起こすもんだよ。ええー、あんたのとこではそういうふうに言うのいやいや、うちの部落ではまた別の話があるよ。ということで、あれーなんか場所によって神様違うぞ。なんかストーリーバラバラ。神様と言ったら絶対と思ってたのが違ったということで、まあ、部落ごとにいろいろな真実があるのね。と いうことで、絶対的な神話が崩壊しまして、それで相対主義が広まったと。こういうことなんです。で、プロタグラスの有名な言葉は、人間は万物の尺度。こういう言葉ですね。絶対的な尺度なんかないんだと。人間がそれぞれね、自分たちで尺度を作り出していくんだ。考え出していくんだ。こういう考えであります。水がね、冷たいか温かいか。それは相対的なものでね。冷たい水からね、ぬるい水に手をつけたら温かく感じるし、 熱い水からぬるい水に手をつけたら、こっちの水よりは冷たいということになるのね。同じものでも何と比較するかによって、感じ方が全く正反対になることがある。だから暑いと感じるのも、冷たいと感じるのも、結局人間が尺度になってるんだ。まあ、こういう考え方ですね。なるほどと。まさに絶対的心理なんてない。価値観は人それぞれ。良さそうですよね。現代っぽいですよね。プロトグラスいいんじゃないと。こう思われるかもしれません。 しかし結局ね、この真理がないということはどういうことかっていうと、もう言い方一つでどうにでもなっちゃうってことですね。いわゆる素晴らしいこともひどいことに思わせることができるし、逆にひどいことも素晴らしいことに言いくるめることができるってことですよね。そういうことをレクチャーするわけですよ。このソフィストっていうのはね、機弁家ですから。例えば、あの国を滅ぼしたいと、こう思ったとしますね。でもそれ露骨に言えませんから。俺は、 文明から取り残された。あの可哀想な人たちを救いたい。みんなも一緒に救おうじゃないか。こう涙ながらに訴えると、みんな、ああ、素晴らしいと。俺も一緒に戦うと。こうなるかもしれませんね。ところが、なんてひどいことあの人たちには、はあの人たちの生活があるの。自分や自分の家族に置き換えて考えてみてごらんよ。私たちよりももっと文明がね、栄えた国があって、その国が攻めてきたあんたどう思うのよ。いらっしゃいこい。泣いてまた言うとね。 その通りだと、またみんななるっていう。同じことでもね、言い方一つで、素晴らしいことにもなるし、ひどいことにもなるってことなんですよね。これがケベンカ、ソフィスト。言ってみれば、相対主義の正体とも言えます。しかしね、当時のギリシャはもうすでに民主主義でありますからね。まあ、単純に言えば多数決、数が勝利でありますから。何でもいいから言いくるめてね、投票集めた方が勝ちということで、 指導者、権力者、政治家たちは、この弁論術を一生懸命学んだんですね。それでどんどんその抗議量が上がっていって、一回の抗議で軍艦が帰るほどまでになったということなんです。また一般対象はどうかというと、相対主義でね、真理はないとなったら、なんだ、どうせ答えなんかないんだと、こういう気持ちになりますし、そうすると、あんまり深く考えなくなるんですね。まあ適当でいいんじゃないどうせ答えないんだから、真理ないんだから、まあ、思いつくまま、 ひらめきのまま、感じるままで。そのようにね、もう何にもこう考えない。思考停止の状態の人が増えていくと、デマゴーグといってね、先導家がまた増えてくるんですね。で、こっちだーってこういうとね、深く考えてないので、はーいみたいな感じでみんなついていくと。で、結果どうなるかというと、民主主義は、周期政治になってしまうんですね。らしい方向にこう進まなくなってしまう。なんか勢いがある人、なんかちょっとイケメンとか、なんかちょっと耳障りがいいとか、いうことにホイホイ聞いてしまって。 ここが踏ん張りどころだとかね。目先のことじゃなくて、もっと先のことを考えなきゃということができなくなってしまって、結局ギリシャはもう崩壊してしまうわけですよね。その危険をいち早く察知したのがソクラテスでありまして、この真理探求ということを徹底的に訴えたわけですで。そもそもね、哲学という言葉、フィロソフィーと言いますけども、ソフィーというのは知、知恵のことですね。ソフィーとかソフィアさんというのは、日本語で言うと知恵子さんとかね、 知恵さんということにあたりますで。フィロっていうのは愛するということですから、フィロソフィーで知を愛する。ちゃんと自分の頭でね、考えることが大事。真理を探求する。そういう心を失ってはならないということを訴えたわけです。まあ簡単に言うと、思考停止はダメだよということなんですね。一方、お釈迦様、ブッダ釈迦はどうかというと、このブッダ釈迦は真理を明らかにされた方です。例えばね、お釈迦様時代にサンジェアという会議論者、 不価値論者が言いました。不価値ですから、真理を知ることは不可できない。全ては本当かどうか疑わしい。わからない。例えば、死んだ後、あるかないか。あるといえばある。ないといえばない。不価値。わかんない。うん、まあ、こういうことですね。大きな失敗なさそうですね。まあ、無難といえば無難。正解でもないけども、間違いでもないみたいな。まあ、なんか、うなぎをこう、掴むようなね。ぬるぬるして、掴みどころがない。まあ、そういう議論なわけです。ところがね、 お釈迦様が真理を明らかにするということを聞いて、三ジ屋の弟子がですね、お、わしはね、不可知論者だ。どんな断定主張も認めないと。こう言った。するとお釈迦様はどう答えられたと思いますか一切を認めぬという断定主張も認めないのですかこう切り返したんですね。断定主張も認めないと言ってるけどね、そういう一切を認めないという断定主張をしていたということに気がついて、ああ、となったわけです。 そして、このサンジャアの元にいました、シャリホツ尊者、木蓮尊者というね、後にお釈迦様の重大弟子になる二人が、お釈迦様の元へと行ったわけです。しかも二人だけじゃない。この二人もサンジャアの右腕になるような人たちですからね、たくさんの弟子がいたんですけども、その弟子を引き連れて行ったもんですから、サンジャアはね、怒りのあまり血を吐いたとか、血を吐いて死んだとかね、まあ、こういったふうにも言われます。今日はまさに相対主義、価値観は人それぞれと。 まあそれ、いい面もあるんですけどね。しかしそれは今日、ポピュリズムともこう言われまして。ポピュリズムっていうのは、まあ例えば大衆迎合主義とかね、言われて。まあ先ほどお話した、いわゆる集具政治の代名詞みたいなものですね。まあそういうふうに今日もなってるんじゃないかと。このように言われます。もちろん、コーヒーがいいか紅茶がいいかとか、こういったことは相対主義でいいですね。まあ自由ですよ。絶対コーヒーとかいうことないですし。なんか男性は赤い服着ちゃいけない、ピンクの服着ちゃいけないとか、こういうこともありませんしね。 それは相対的でいいんですけども、本当に大事な時にはですね、それ困るんですね。あっちでもいい、こっちでもいいと。まさにどっちでもいい時はいいんですけども、例えば火事だとかなった時ね、出口はどっち、非常口はどっちという時に、あっちでもいい、こっちでもいい、ご注意どうぞみたいな。<laughs> こんなこと言ったんじゃね、逃げ遅れて死んじゃいます。そういう時は、あっちだそっちはない、こっちはーみたいに、こうはっきり言ってくれなきゃいけない。正しく言ってくれなきゃいけない。これは相対主義じゃダメなんですよ。 ですから、大概は相対主義でいいんですけども、本当に大事なことは、心理探求の心を忘れてはならないということなんですね。このように、お釈迦様もソクラテスも、心理探求ということで共通してました。これが1つ目の共通点。では、2つ目の共通点は何かと言いますと、2人とも幸福を大事にしたということなんですね。先ほどから何度か出てきましたけども、ソクラテスは、ものの起源とか、宇宙の起源とかを知るよりも、まず何で自身を知れということを、 強調しましまたそしてまた、その自分自身というものを知らない。自分が本当に求めているものを知らない。それを自覚しなさいと。とそして、もちろん自覚して終わるんじゃなくて、それをね、探求しなさいと教えたわけですね。それでソクラテスは、この教演というね、有名な本の中で、私たちは本当に求めているもの、最終的に求めるものは何なのかということについて、アガトンという人と対話をしてるんですね。でどういうやりとりがあったかといいますと、アガトンは、 病にかかった人は健康な人も健康を求めるかな確かにそれはずっと健康でいたいですからね。健康な人も健康を求めます。うん、で貧しい人はお金を求めるかね求めます。金持ちはまた金を求めるかねそれはもっともっと欲しいと思いますし、少なくとも減らしたくないから、やっぱり金持ちも金を求めますね。うん、力のない人は力を求めるか求めます。 力ある人はまた力を求めるのか。ああ、やっぱそれは力をね、もっと欲しいし、維持したいと。これは思うでしょう。なるほど。ということは、健康とかお金とか力というもの、それは最終に求めるものじゃないねと。そこからまだ先があるんだねと。言うと、まあ、そういうことになりますねと。アガトンが答えるわけです。じゃあそれが何かわかるか言うと、それはなんかわかりませんと。じゃあ質問を変えて、愛にかけているものとは何だろうか。ここ別の角度から行くんですね。 だからともうそのもちょっと分かりませんと。こう正直言うと、ソクラテスはにっこりとしてね、まあね、今日のところはこれぐらいで解放してあげよう。で、この愛についてね、私は昔、ディオティマというね、素晴らしい女性と会話をしたことがあるんだ。このことについて君に話をしようと。こういういわゆる昔話を始めるわけですね。で、この絵はこちらはソクラテスなんですが、こちらは別の女性なんですね、本当は。ただ、この女性はディオティマを モデルにしてるんじゃないかという説もありましてね。まあ、今回はこの人は一応ディオティマということでお話ししたいと思います。ちなみにこのディオティマという女性はですね、疫病の予防で流行を10年遅らせたらしいんですね。まあ、この人、この共演の中でしか出てこないので、実際の人物かどうかっていう説も分かれてるんですけども、まあ、少なくともこの本の中ではソクラテスね、このディオティマを敬って会話してましたね。でディオティマがソクラテスに聞くわけです。美しいものを 愛する人は何を求めていますか。いつもね、ソクラテスの話を聞くんですけど、これ逆のパターンですよね。でソクラテスは、美しい人が自分のものになることです。こう答えます。すると、ではその美しいものを手に入れるのは何のためこうディオティマンがまた尋ねます。するとソクラテス、その答えはたやすい。それは幸福になるためです。こう答えたんですね。するとディオティマンは、にっこりしまして、幸福になるのは何のため 尋ねる必要はもうありませんね。答えはゴールに達したようです。このように言いますと、ソクラテスも確かにその通りです。このように同意するわけです。つまり、万人共通の願いはずっと幸せでいること。結局人間何を求めているかというと幸せなること。それもずっと幸せでいることだと幸福が最大のテーマになるわけですね。ですから本当はね、健康が最終的な目的でない。お金が最終的な目的でもない。力が最終的な目的でもない。 これのものを手にして幸せになりたいと思っているわけです。ですから幸せが真ん中にあって、その周りにね、健康があったり、お金があったり、力があったりと。まあ、こういう付随したものなんですね。もちろん健康であるに越したことはありませんけども、健康だけど不幸っていう人もありますし、病気だけど幸せっていう人もありますよね。金持ちだけど不幸で自殺する人もありますし、貧しくても幸せっていう人もあるわけですから。これが最終目的ではない。もちろん幸せでかつ健康。 幸せでかつお金持ち。幸せでかつ力も持ってる。影響力も持ってる。これは喜ばしいことですけど。あくまでメインは幸せだっていうことですね。これが案外忘れされて、お金の奴隷になってしまったり、健康オタクになりすぎてね、もうご主人に、ああ、それダメ、それ貯めてダメ。これもダメ。それもやめなさいって言ったでしょうと。あれもダメ、これもダメでご主人、ストレスで死んじゃいましたみたいな。<laughs> こういう本末転倒のがありましてね。 一番大事なのは幸せだと。それも続く幸せ、本当の幸せということですから。お釈迦様も、ソクラテスも、幸せの真理を探求したということなんですね。ここがさらに大事になってくるところです。では、ブッダ釈迦についてお話いたします。お釈迦様も、仏教は法教なりと、こう言われまして。法というのは真実なんですね。ですから、法教は真実の鏡。真実の鏡は真実の自己、本当の自分を映す鏡です。 ソクラテスは何時自身を知れと言いましたが、お釈迦様も法教によって本当の自分の姿を知りなさい。いろんな客観的事実を知るよりも、自分自身を知ることが大事だ。大宇宙すべてのものを手にしても、自分を見失ったら何にもならないということで、仏教は法教なりと教えられたわけです。そしてまた、仏教を漢字4字で言いますと、パック揺らくとなるんですね。バックというのは苦しみをのく。 これは幸せの反対ですね。苦しみ、不幸。辛い思い、悲しい思い、惨めな思いはしたくないですよね。まあそういったものを含めて不幸。それを抜いてくださる教えがバックの教え、仏教なんです。そして友楽。これは楽しみを与えるということですが、これは幸せを与えるということですね。幸せというのは楽しみ、喜び、満たされた心、安らかな心。そういうものを幸せっていうんですね。中にね、お釈迦様は幸せを教えてない。 涅槃の境地、安らかなら境地を教えたんだと。このようにね、なんか自信いっぱい言う人いますけど、その平安な心が幸せじゃないですか。だからつい幸せと聞くとね、金だ、財産だ、名誉だと。まあ、これ勝手にイコールで結びつけてるからおかしなことになります。さっき話をした通り、健康もお金もね、力も、イコール幸せとは限らない。これは今月の心理学でもね、いろんな統計によって明らかになっていることです。 ですから、そういう勝手にイメージした幸せじゃなくて、本当の幸せを与える。それを涅槃の境地とかね、まあ、それを平安な心、満たされた心と、現代語で言っていいわけなんです。そしてね、人は幸せを求めているというのを聞いて、ピンとこない人もね、不幸を嫌ってますよね、と。こっちはわかりやすいですよねで。不幸を嫌うということは、その逆の幸せを求めているということですから、すべての人はバック弱。苦しみは嫌、不幸は嫌、楽しみ、幸せを手にしたいと。 これは万人共通した願いですから、お釈迦様はバックイラクを知られた。しかも、この苦しみというのは一時的な苦しみの解決じゃなくて、苦しみの根本解決、苦しみの根源を解決し、人間生まれてよかったという本当の幸せ、続く変わらない幸せを明らかにされた。これが仏教なんですね。逆に言えば、私たちの幸せと関係ない教えというものは、結論として退けられたんですね。毒、ま、屋、あの例えというのが有名なんですけども、 ある人が歩いてると、どっからともなくね、矢が飛んできて、足に刺さった。毒や。でこのままでは毒がね、体中に回って死んでしまう。で、そばにいた友達がね、早くその矢を抜きなさいって。毒が体に回ってしまいますよ。まあ、このように言うんですけど、その男はね、いやー、この矢はどっから飛んできたんだろうか。この矢はなんでできてるんだろうか。毒はどんな種類の毒だろうか。それがわかるまでは、この矢を抜かないと。わけのわからないことを言いまして。それで、 そんなどうでもいいこと言ってるうちに毒が回って死んじゃったっていうね。まあこういう話なんですけども。まさに私たちの幸せとは関係ないことをいろいろね、研究し、論じて学んでも。そうやってるうちに年を取って死んでいってしまいますから。まあ言ってみれば毒がね、回って死んでしまうと同じようなもんですよ。で、いろんな賞はもらったかもしれない。たくさんのお金を手にしたかもしれないけども。幸せは手にできなかった。これではね、何のために燃えてきたんだろうとなってしまい。 人間生まれてよかった。の生命の管理は得られませんから、幸せと関係ない結論はやめなさいと、こう教えられるわけなんですね。このように、ソクラテスも、お釈迦様も、幸せという心理を最も重視した。ここがまた共通している。さすが四大聖人という感じですね。では、三つ目の共通点は何なのでしょうか。実はこれこそがね、ソクラテスの大発見であると、ソクラテス以前以後という本にね、書かれているわけなんですけども、 まあ、長くなったので、この話は後編にお話したいと思いますで。後編では、なぜソクラテスが悪法も法なりと言って独敗を仰いだのか。しかも死んでいくときにね、アクレピオスにオンドリーチワの借りがあるからこれを返してくれという、なんかどうでもよさそうな、ちょっと謎めいた言葉言ってなくなっていったんですけど、だからこれがもう臨時の言葉、実践の言葉なんですよね。あのソクラテスが一体何言ってるのと、こう思われるかもしれませんが。 実はこれ非常に深い意味があるんだと。あの有名な哲学者ニーチは見抜いたんですね。それはどういうことなのか。そもそもソクラテスはなぜね、裁判の弁明中に皆を怒らせたのか。自分をね、まるで死刑にさせんがために煽ったようにさえ思えてしまう。そういったことを一体なぜしたのか。ちょっともう忘れられかけてるかもしれませんけども、ソクラテスについて語った癖の方がね、非常に重要な、そしてまたショッキングな、 ことを証言してるんですけども、そのことについてもお話しいたします。これほとんど知られてないですね。そして最も大事な本当の幸せとは何か。どうすればその本当の幸せになれるのか。これについてもお話しいたします。その後編を見逃さないためにも、動画の更新情報や有益情報を配信しています無料メールマガ、キャンペーン中ですので、こちらの QR コードが下の概要欄、コメント欄からご登録ください。また今日の内容が少しでも良いと思われたら、高評価ボタン。 またコメントもお待ちしています。後編の動画が配信されましたら、ここからね、見ることができるようになると思います。それまでは、今日の関連動画をこちらに紹介しておきます。またこの動画がどこに行ったかわからなくならないように、この丸いところを押していただいて、チャンネル登録お願いいたします。私のモチベーションアップにもつながります。それでは、また。